ヘルブロズ流は、日本のプロレスラー。暗黒プロレス組織666所属。インプラント DDT タイツなどを掴んで、相手の体を水平かそれ以上の急角度に持ち上げて、一気に落とす DDT。ワンショットワンキルの名称で使用。トラースキック相手に対して、背後を向いた状態、もしくは横向きの状態から片足を後方にまっすぐ、高く伸ばして、相手の顎や頭部。 内の喉や胸元を、自らのかかとや足裏で蹴り上げる、もしくは速報から蹴り払う打撃技。パラダイスロックメキシコルチャリブレで使われていた、古典的なジャベであるエルヌド。ヘブンズロックの名称で使用。マンハッタンドロップマンハッタンドロップは、プロレス技の一種である。リバースアトミックドロップとも呼ばれる。エルムズレイカウントヘルブローズケントの合体。味方の傘ドーラ。 飛びつき前方回転エビがための反動を利用しての、ボディプレス。熱戦不六1666宮本が忍ぶを下し、無秩序無差別級防衛。wp.bbm-mobile.com。2020年6月14日閲覧。音量が25周年試合で大流血も、広島機から無秩序無差別級王座をダッシュし涙。安倍の制裁マッチは、 桃尻飛び交う悪夢。ヘルブロズリューケンが待望のデビュー。バトルニュース。2020年6月28日閲覧。初勝利を挙げたデビュー1年の地獄兄弟が、憧れのタッグチームと対戦決定。バトルニュース。2021年9月23日閲覧。公式ツイッターより、公式ツイッターより、ツイッター。2020年9月14日閲覧。 ありがとうございます。